2023年の WBC も目前に迫り、代表選手たちの調整も大詰めに入っています。代表の投手陣のリーダーとなっているのは、実績もずば抜けているダルビッシュ有です。若手選手たちを引っ張り助言を送るなど、その存在感は際立っています。練習ではそんなダルビッシュと国内を代表する主砲が対戦する夢のカードが実現しました。その対戦でダルビッシュは国内球団を代表する主砲たちにどのような印象を受けたのでしょうか。日本のエース。2023年の WBC に選出されたダルビッシュは、日本代表のリーダー的な存在でもあり、エースとして大きな期待を背負っています。ダルビッシュといえば150キロ後半の速球と多彩な変化球で、メジャーのエース級まで上り詰めた速球派と技巧派のハイブリッドのような投手。ダルビッシュは2009年の第2回 WBC に出場しています。当時は松坂大輔、岩隈久志とともに先発3本柱を形成しました。予選リーグは先発で活躍すると、準決勝決勝ではクローザーで登場。決勝の韓国戦では剛速球と鋭く曲がるスライダーを駆使して勝利投手になり、大会通算では13イニングで2勝1敗、防御率 2.08、20奪三振のさすがの投球を見せています。第5回 WBC でも投手陣を牽引するダルビッシュは、若手選手に積極的に声をかけ、変化球の握りを助言、情報交換するなど、その存在感は別格です。そんな実績抜群のダルビッシュに尊敬の眼差しが向けられています。合宿中には若き侍ジャパンの投手陣にアドバイスする姿も見られました。そのうちの一人が佐々木朗希です。佐々木とダルビッシュがタブレットとボールを使って言葉を交わしている様子を侍ジャパン公式インスタグラムが公開しています。ファンからは、普段敵同士の選手たちが日本代表という一つのチームで集まって高め合う姿いいですよねという声や、ダルビッシュ選手が来てくれて一流ピッチャーたちが野球少年の目、選ばれた選手たち本当幸せそうなどと大きな反響が寄せられました。また緊張から萎縮していた宇田川優希を気にかけ、投手陣の食事会を宇田川会と呼び、チームに溶け込ませるなど雰囲気作りにも徹しています。さらにブルペンでは宇田川の号泣を絶賛し、自信をつけさせました。一部の野手陣とダルビッシュの食事会に参加した山川穂高は、ダルビッシュさんはみんなにパスをするんですよ、みんなが均等に喋れるようにパスを回してくれる、それがさすがだったとダルビッシュの気配りに触れています。そして、もう5時間一緒にいたかったと大いに盛り上がった食事会になったようです。ダルビッシュの日本代表での行動にはネット上でも称賛の声が上がり、反響を呼びました。徳光和夫もダルビッシュについて、一番感じますのが、この人は頭がいいなと、他の道に行っても成功しただろうなっていう頭脳の明晰さと決断力を感じますよねと話しています。そして、改めて昨今のダルビッシュ投手を見ておりますと、本当に日本球界の宝だなと感じますねと絶賛しました。チーム最年長として練習面でも存在感を発揮しており、休養日にもダルビッシュら投手組を中心に12人が休日返上で練習しました。特に若手投手たちは MLB のレジェンド1とより多く接する機会を得ることで、超一流ならではの調整法と独自の理論を吸収しようと前のめりになっているようです。そして練習では日本が誇る打者たちとダルビッシュが対戦しました。 VS ダルビッシュ。練習ではありますが、ダルビッシュと日本の一流野手との対戦が実現しました。ダルビッシュは国内で12年ぶりとなる実戦形式の投球、史上最年少三冠王の村上宗隆をはじめ、岡本和真、近藤健介、牧秀悟らと対戦します。村上との注目の対戦では、ダルビッシュの投じた真ん中高めに浮いたツーシームをバックスクリーンへ運ばれました。ダルビッシュは自ら、もう一回と村上に志願して再戦するも、スライダーをレフト前に運ばれ、思わずグラブを叩いて拍手。この対戦では村上に軍配が上がります。村上はダルビッシュとの対戦をテレビで見ていた人だったので、まさか自分が打席に立てると思っていなかったですし、幸せを感じながら打席に立っていました。
と感激しきりでした。一方のダルビッシュは真ん中高めのツーシームをスタンドまで運んだ村上を絶賛。あの球をそんなに簡単にはメジャーのバッターは打てない、それを一発で打ったのでびっくりしましたと驚いた様子で語っています。三冠王の一振りは日本のレジェンドダルビッシュをも驚愕させました。ダルビッシュはちゃんと捉えていたなと思います。村上はずっと動画で見ていた、本物だと思った、雰囲気がある、普段すごく明るい選手なんですけど集中した時は怖いと感じましたと村上を高く評価しています。さらに、いずれメジャーとかに行く可能性もありますから向こうの選手の評価を変えられる選手だと思いますとメジャーでの可能性にも言及しています。そして村上と同様に岡本もダルビッシュと対戦、5球でボール2球、空振り1球、ファール1球、2飛で快音は響きませんでした。巨人のキャンプでは実戦形式の打席を経験してきたとはいえ、メジャーで活躍するダルビッシュの切れ味鋭い変化球に対応できず完敗を喫します。この様子にファンからは、えぐすぎるだろうその変化球、変化球すげえ、めっちゃボールから離れてと驚きの声が数多く寄せられました。岡本を抑え込んだダルビッシュですが、対戦した中で抱いた印象を語っています。結構ベースから離れて立っていますし、本当に体がでかい、すごいなって、村上くんより多分でかいですよね、横としては。威圧感は岡本くんが一番感じたかなという感じがしますけどね、と称えています。岡本もダルビッシュとの貴重な対戦に胸を熱くしたようで、あそこで投げるという話を聞いてから絶対に打席に立たせてもらいたいと思っていたので、すごいいい時間でしたと興奮した面持ち。そして、もうすごい、一球一球本当に打席に立っても後ろから見ていても変化球がすごいし、ストレートもすごい、まだまだ調整段階だとは思うんですけどすごいなと思いましたと、一つ一つの球種のレベルの高さを実感したようです。対戦結果を見ればダルビッシュを打ち崩した村上に軍配が上がります。それでもダルビッシュは村上と岡本のポテンシャルを称賛しつつ、強打者が放つ威圧感は岡本が一番だと評しました。一軍で活躍してきた期間は岡本の方が長いこともあり、その間に養われた威圧感は本物なのでしょう。村上もあと数年トップクラスの実績を残すことで岡本にも負けない威圧感が身をまとうようになるはずです。そんな村上と岡本は2023年シーズンも激しいタイトル争いを繰り広げるでしょう。2023年のタイトル争い、これまで村上と岡本はホームラン王と打点王のタイトルを争ってきたライバルです。先に一軍で活躍したのは年上の岡本でした。2018年に打率3割9厘、33本塁打、100打点の成績を残し、プロ野球史上最年少となる22歳での3割30本塁打、100打点を達成します。以降、岡本は巨人の中軸打者として定着。2020年は31本塁打、97打点で初のタイトルとなる本塁打王と打点王の2冠に輝きます。続く2021年も39本塁打、113打点を叩き出し、2年連続で2冠を獲得しました。それに対し村上は、岡本がレギュラー定着した翌年の2019年から1軍に定着、36本塁打、96打点を記録します。中西太が持つ高卒2年目以内シーズン最多打点日本記録を更新し、また中西が持つ高卒2年目以内におけるシーズン最多本塁打日本記録に並びました。2021年は確実性も向上し、さらに岡本と並ぶ39本塁打を放って本塁打王のタイトルを獲得。村上と岡本の2人は同世代を代表する長距離砲として注目を集めます。またポジションも同じ三塁手ということもあり、メディアも2人をライバル扱いしていました。その2人の明暗が分かれたのが2022年です。2022年の村上は村上様と呼ばれるほどにパワーアップします。打率3割1分8厘、56本塁打、134打点と圧巻の活躍で三冠王を獲得し、チームの2連覇に大きく貢献。2022年のプロ野球は村上が三冠王に輝く大活躍を見せたため、岡本はその影に隠れた格好となりました。
この活躍で村上が頭一つ抜きんでたスラッガーになったのは間違いありません。村上と対照的なシーズンを過ごした岡本は夏場から極度のスランプに陥り、シーズン後半戦には4番の座を剥奪される屈辱も味わいました。それでも打率2割5分2厘、30本塁打、82打点の成績を残し、巨人の生え抜き選手では19年連続の王貞治、7年連続の松井秀喜に次いで3人目となる5年連続30本塁打をマークしています。岡本はおっとりしたキャラクターで闘志をむき出しにするタイプではありませんが、村上に水をあけられた現状は心中穏やかではないでしょう。2023年にかける意気込みは相当なはずです。2023年のタイトル争いも村上を中心に繰り広げられるでしょう。しかし2022年の活躍で他球団から徹底的にマークされることは間違いありません。その壁を村上が乗り越えられるかにも注目が集まっています。そして村上の対抗馬にはやはりタイトル奪取に燃える岡本が挙げられるでしょう。実は村上と岡本はライバルであると同時に師弟友人の関係でもあります。所属チームを離れれば馬が合うという村上と岡本。2019年の日本代表強化試合でも年上の岡本から俺ってバカだろとふざけ半分で聞かれた村上がはいバカですと即答し、2人でじゃれ合う仲のいい様子を見せました。代表では共に三塁のノックに入り、フリー打撃も同じ組と接する機会が多い村上と岡本。岡本はやっぱりすごいなというのがあります。普段はいろんな会話をするんですけど、野球になればすごく頼もしいなと思っていますと村上に全幅の信頼を寄せます。一方の村上は岡本のことを師匠と呼んでいることを明かしました。村上は初めて会った時からずっと師匠です、ご飯に何度か行かせていただいてすごく喋りやすいですと岡本を慕っています。セリーグを代表する強打者同士が力を合わせ、日本の世界一奪還へ向けて邁進し、シーズンでも切磋琢磨してレベルの高い戦いを見せてくれるはずです。ダルビッシュも認めるセリーグを代表する左右の長距離砲の争いから目が離せません。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。